ささやき戦術発動お願いします。1打席目2打席目とも外の変化球に手を出して凡打しているので、さすがにもう降ってこないと思うんですよ。そして彼今尻上がりに調子上げていってるので、なかなか打てないと思うんですよ。尻、あ、いえ別にタイはないですけど、それで外の変化球に手を出してこないのであれば、インコースのまっすぐ待ちしている可能性が過去のデータから見ても高いんですよね。なのでそこまでしっかり読んだ上で、オイラはもう一回外すらを投げる。今度はこれは強い打球、ライトへ伸びて、ノーダー、フェンス際、エレスカーウェイ、ガーン。なんだろう、まだ喋ってるのに打つのやめてもらっていいですか。あ、春コーチに怒られるの確定だよ。穴があったら入りたい。ああ、いや、別に体はないんですけど。